3、2、1、オープン。こちらが新しく設置される静岡県のポケッタになります。今日鈴木知事とピカチュウによってお披露目されたのは、株式会社ポケモンから県に寄贈されたマンホールの蓋5枚です。ポケ蓋と呼ばれるこの蓋は、県が観光振興につなげようと2年前から応募していたもので、静岡や浜松、沼津など5つの市に設置されます。静岡市のマンホールには駿府城をイメージした城や茶畑とともにキャラクターのムクホークと不思議草が配置されていて、早速駿府城公園に設置されると訪れた人が写真を撮っていました。私が小学生の時に最初ポケモンが始まった、もうまさに世代なので、一番新しいのを一番最初に見ることができて嬉しいです。本当光栄です。ポケフタは残りの4つの市でも今月中に設置される予定です。